策も。中日対広島2対0、広島は今季14度目の完封負けを喫した。中日戦は今季11戦目で6度目の完封負け。同カードは0対0引き分けを含めれば7度目の無得点試合となった。野間をプロ10年目で初の4番起用した打線は高橋宏の前に沈黙した。初回、秋山が先頭安打も、2アウト3塁から野間がキャッチャーフライに倒れた。5回は2塁スタメン抜擢の二股が先頭2塁打を放ちながら得点を奪えず、6回は秋山が先頭フォアボールで出塁。続く矢野の打席で2球目にスタートを切ったものの、矢野のライナーがショートの正面を突き、ゲッツーとなった。高橋宏に対しては今季23イニング無得点。昨年9月2日の4回から26イニング無得点となった。先発床田は6回2失点。初回と2回の立ち上がりの失点が痛恨だった。今季ワーストの被安打10を浴びながら、開幕から14戦連続のクオリティスタートと粘ったものの、3戦足踏みでリーグ最多に並ぶ8勝目を逃した。プリンスが最低限できてれば、1点返せてたし、流れが変わってた可能性もあった。勝ってたら、名将、と褒めたたえられたろうが、さすがに苦しいオーダーだったですな。広島のリーグ優勝は難しいでしょうね。巨人か、阪神か DeNA か、読売がリーグ優勝するでしょうね。何回中日に完封負けすれば気が済むのだろうね。いい加減見飽きた光景だわ。たまたと、調整がヒット打ったぐらいしか、ポジれるものなし。同じ相手によくやられるなぁ。仲良し野球の終焉。いつまでも2割切ったベテランを使うな。全員、平等、嘘だろ。若手のためになる、チームのためになる。堂林が打ってれば、マダックスもないのよ。そして床田の最悪の調子でも粘る、投球に力水をつけてやれたんよな。堂林使う理由ないやろ。こんなので試合出てたら2軍、選手のモチベーション下がるぞ。マスパンも、仕事復帰、考えた方がいいぐらいやほんま。堂林は何しに来たのかわからない。ここまで得点入らないのなら、失敗しても堂林には、スクイズ出してほしかったな。補強やトレードしようよ。あまりに貧だすぎる。